球ヨエルとオフーの駅前ラジオオフーさっきの T シャツすごい可愛かった。いやー、ね、かわいいですか。全部ね、うん、白地にキスマークが、はい、1500個ぐらいついてます。ありすぎ、愛されまくりねー、師走でございますわね。そうだよ、もう年末だ、やべえ。2014年今止まっちゃった。2014年、合ってるよね。合ってます、来年、うん、2014年の、心するべきことっていうか、まあ、うん、抱負っていうんですか。掃除じゃなくて抱負の方なんですけど抱負なんか決めてることある？そう、うん、2014年ラスト20代なんで、うん、やべえやべえ。喧嘩売ってるの。ラスト20代いいね、美しい。そう、うん、29歳になるんで、うんうん、まあ前半はちょっと低下してた女子力っていうの、磨きをかけるとかそういうところですか。そうですね、うん、女子力をちょっと磨きかけながらの、うん、もうちょっと面白い人になりたいなって。面白いけどもっともっともちろんピカピカしたいっていうか。そうですね、うん、ピカピカしてるけどもっとピカピカするの。もっとピカピカして面白い人になりたいですね。うんうんうん、修行なんか楽しいことがたくさんあるといいね、うん、そうですね、うん、それが栄養になるもんねエルさんは。そうね、私はなんか、もうすごい遠くを見すぎちゃって。おう、いやそういう意味じゃなくて割とぼーっとしてるじゃないですか。忙しいじゃないですかめっちゃ忙しいじゃん。でもなんか自分の中の意識って結構空の彼方の向こうの方を見てる時の方が多いんですよね、うん、ワープしてるそうはてな。なんか地に足ついたその2014年が、うんうん、ちょっとずつちょっとずつ、うんうん、一歩ずつ歩いていこうかな、そこを見ながらって思っています。ロケットも次行く、乗れないから飛行機にも乗れないのにそう、そんな私たちです、うんうん、ね、まあ、皆さんもたくさんいろんな抱負があると思いますけど、うん、雨にも負けず風にも負けず寒いから風邪ひかない。そう私もありがとうございました、うん、本当に皆さん聞いていただいてありがとうございます、うん、また2014年新しい、うん、ゲストもたくさんお迎えしております、うんうん、ね、うん、いろいろ羽ばたいていきたいと思います。はい、パタパタとパタパタ、ね、そう、年末最後のゲストですね。そうなの、うん、うん、ベース一本で頑張っている彼です、はい、うん、はい、ザ・天国畑ジャポン。暗い、それ暗い言い方が年末だから。あ、そう、そう、ザ・天国畑ジャポンだよ何それ、なんだこれ、うん、まあ、そんな感じでお迎えしております。またね、うん、ちょっとアンプなんか置いちゃったりして、ギターアンプ置いてるんだけど、そうですよ、実はちょっと違うものを弾きます、ね、でしょ本日のゲストです、はい、ザ・天国畑、ザ・天国畑ジャポン、うん、ジャポン、はい、からボーカルのキリちゃん。あ、キリちゃんって呼んだらダメだよね。いや、全然キリちゃんで大丈夫です。キリちゃんよろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。なんか今ツアーで九州から帰ってきてさ。うん、そうです ね昨日まで、20本連続でライブした。ちょうどこの前ね、ハランパ祭りでお会いしましたよね、うん、そう、初めましかったね、うん、あれが帰ってきた日。いや、あの日から始まって。え、あの日から20本そうですね、ほぼ毎日ですかじゃん、うん、翌日飛行機で長崎に行って、うん、で、長崎のフラワーキャンプっていう野外フェスに出演してきて、うん、そこから車で九州の方で全財和也くんとか伊藤玲くん。ああ、全財くんも向こうに行ってたわけね。うん、まだ和也くんとかは九州、うん、今日出たとかって、そんな感じでみんなあちこち旅しながら会ったり。そうなの、私の大好きな善くんにも会ったという、うん、熊谷善くんにも、ね、熊谷もんさん、ひょうたん、エレクトリックひょうたんギターの、ひょうたん、そうなんです、熊谷もんさんの息子さんで、パンクロックをやっています。善くんっていうね、素敵な人ですよ。熊本はね、善くんが企画してくれて。あ、そう、そう、あ、じゃあ半田くんとかも、そう、ウォンテリアのハンちゃんも遊びに来てくれて、あら、ありましたよ。大セッションとか なかった
ったんですか、うん、その日はね結構割と大セッションっていうよりは、うん、みんな弾き語るっていうような、うん、あったかい時期。あ、じゃあ天国畑じゃなくて、うん、ソロツアー、ソロツアーで行ってきましたね。うん、おお、うん、それはなんかある意味また面白いです ね、うん、まあ、ソロと包丁一本で新しい巻いてっていうね、あの一人でこう修行していくというね。そうですね、うん、で、まあ、修行に、そう、修行でしたね。昔だよ ね、 そのね、懐になんかこうひょうたんのお酒とかも持って相当古いかそれ彼はあのベーシストなんですね、うんうんうん、あのそこにちょっと皆さんに後で写真をアップしてあげようかな、うんうん、なんかベースという、私たちが本来ベースと呼んでるのはエレクトリックベースのこうぺったんこのやつ。そうです ね、 ね、うん、でそれは見た目なんかギターかなって私思っちゃった。アコースティックベースとベースなんだ、うん、アコースティックギターのベース版っていう形で、うん、何もだからあのベースよりも生音で優しい感じ、優しくふくよかに音が出るんで、うん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 、この楽器ならね弾き語りをしてもなんかそうね、うまく空気をね埋めてくれますよね。そうね、あのベースで歌うってすごく大変なことでしょ。そうですね、なかなかいないですもん ね、 ね、ベースも、うん、いないいない、うんうん、あのチナキャッツのハッツさんとかさ、うんうんうん、ベースで歌うんだけど、歌うんだ、ね、あ、そうなんだよ、名曲たくさんあるあら、まあ、うん、そうベーシストって多いよね、作曲家が。ああ、そうかもしれないですね、うん、やっぱりあの物語のベースをこう育む立場にいるから、うんうん、どんどん生まれちゃうんだろう ね、 ね、そんなあのせっかく横に置いてあるので、うん、あのぜひね、また私たちの無茶ぶりです。そうですね、得意の無茶ぶりで、ね、うん、このまんまここで歌ってもらおうじゃないのっていう、うん、いいですね、贅沢だ、うん、あのちょっとほら九州で一人旅して、うん、ツアー行って、ね、ずっと各地回ってたから、うん、ちょっと修行の成果を見せれたらいいですね。そうそうそうここに旗用意しておきますから、はい、ゴールじゃあ、聞いていただきたいと思います。曲は、はい、若者のすべてというあの天国畑のもう昔からずっと大事にしている曲があるんですけれども、うん、その曲を歌いたいと思います。はい、ありがとう、ご丁寧によろしくお願いします、はい、じゃあ聞いてください。Oh.
若者のすべてでした。ね、あの、うん、すごい歌詞から始まるね。若者のすべてが詰まった、うん、あのキリってさ普段何をやってるの？普段音楽活動のみ？いや、その傍らたまにあの、うん、僕あの介護もしてて、へあの障害者の在宅介護、うんうんうん、じゃあお家に行って、うん、あのそうですね、フォローしていろんな、でもお話とかいいね、キリちゃんだったら ね、 うん、ね、おっとりしてるもんね、うんうんうん、おっとりしてます ね、 ねだからその人に合わせた時間がほら流れそうで、うんうんうん、ね、そうですね、まあ本当、ね、一人一人ね、うん、違うんだね、そうね、できることとできないことがあって、うん、それを見極めて、うん、そうですね、うん、全部を全部さあのお手伝いするっていうわけじゃなくて、なくて、そうですね、ね、そうしてあげたいよね、うん、そうですね、できることはね、やっぱ本人も自分でやりたいっていう気持ちがあるでしょうし、うん、その中でね、うん、負担にならないところ、うん、助けてあげれるところ、うん、手を差し伸べるという形ですね、うん、そうね素敵ちょっと感動ですね感動ですか、うん、いやそういうお仕事してると昼も夜もないわね、そうです ね、 ね、夜来てほしい人もいるし、ね、深夜来てほしい人もいるし、うんうんね、時間帯はいろいろだもんね、そうですね、うん、日によって違いますね、うんうん、ありがとうございます。いえいえでね、あの、うん、彼らあの、まあ、ソロ活動もあれですけど、うん、ザ・天国畑ジャポンという CD の中でこれ、はいはい、新しいの出ました、ね、あのこのお題はどうやってつけたの？カロミのステップですか、うん、これあの松尾芭蕉が、はい、あのわびさびという言葉を唱えた後、はいうんはい、最後にカロミという言葉を入れるんですね、うん、唱えたみたいで、うん、結構あのなんだろうな、もっと時代の流れに乗って、うん、うまくその時代の中で楽しむことをテーマに、カロミと、カロミの実は味っていうこと？どうなんだろう、いやもうひらがな、もしくは、うん、軽いっていう字に、うん、ひらがなの実を送り仮名でつけて、うん、カロミっていう形ですね、楽しめ と、 そういうことです、人生楽しめと、うん、あなるほどね、なので正解の、ね、ステップで人生を、うん、あの刻んでいこうという、うん、あそれでね、カロミのステップ、うん、あつながりましたジャケットも素敵な、ね、これは誰が描いたの、うん、これはあの前回の作品に引き続き、うん、飯野桃子さんという、うんうん、はい、あ、はいはい、あ好きです、え、いいですね、あこれ桃ちゃんの絵なんだ、桃ちゃんがアートワーク全部手掛けてくれて、歌詞カードも、ね、うん、あの絵本風に作ってもらってて、どれどれあ、本当だ、サイケデリック絵本ですね、これもちょっとアップしても大丈夫、ね、ぜひぜひ、うんね、いいね、地球やエルとオフのフェイスブックの方で、うん、そうですね、皆さんに見ていただこうかしら、うん、すっごくいい絵です、ね、うん、あのこの中から1曲まずかけたいんですけど、はい、はい、何がいいかな、ぜひ、うん、そうですね、そうしましたら、この表題曲にもなっている、はい、カロミのステップという曲が、うんうん、今回特に僕たちの中ではみんなに届けたい自信作になってるんで、うん、ぜひ聞いてもらいたいと思います、はい、話し方があの句読点がパキ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 点丸点丸、それは性格ですよね、きっと ね、 ね私たちにはない私たちは点点点点が多いですね、ハテナとかそういうのが多いですね、人生でも、もうアイコンタクトで全てが大事です、ね、見つめ合って笑ってるだけですそれでは聴いていただきましょう、2曲目で、はい、カロミのステップ、道はグネ、バイクは転がり、俺はそれから踊り続けてる、気の向くまま石から見たく、あの横の夜をライトがしてる、ステアウェイステアウェイ、カロミのストップ、ステアウェイステアウェイ、開きのストップ、ステアウェイステアウェイ、カロミのストップ、ステアウェイステアウェイ、光のストップ、オーイェイ、
分からカロミのステップどうだった踊ってた電車の中で踊ったっていう話を聞いてる、うん、そう私電車で踊ってないけど、うん、でもなんか PV も明るくて楽しいですね、うん、YouTube で PV 上がってますよね、うん、みんなそれ見て、うん、でもまあ、うん、ライブ活動すごいたくさんやってるんだけど、うん、今後のスケジュール、まあ、地球屋も含めて、うん、そうですね、うん、ぜひ聞きたい、ね、ツアー中なんですけど、うん、今回このハロウィンステップをリリースして、うん、全国ツアー計41カ所、うん、すげえため息出ますよ今後だと、うん、まあいろいろあるんですけど、地球屋さんだとね、大晦日に出演させて、うん、あ、カウントダウン、ダウンで2014までやりますね。朝の4時半くらいです。明けおめことよろ、うん。天国畑は8時過ぎくらいからか。ぐらいですよね。ね、いい感じの時間ですね。ね、で、電車も24時間動いてるわけですよ。うん、そう、ね、多分そうですね。どっか移動でライブありますか？その日。その後、うん、ちょっとまだ決まってはいないんですけれども。うん、あるかも。あるかも。あ、じゃあ皆さんね、ホームページとか見て。そうですね。近い人はね、そこにね、うん、国立近辺は地球屋でどんちゃん騒ぎ朝までしましょうっていう。そうって。残れたら僕ら残りたいです、うん。あとなんかお正月に。うん、そうですね、うん、その41カ所の最後ツアーファイナルの地球屋さんでやらせていただいて、ありがたいわ、本当にこちらこそ、ね、ワンマンライブ、うん、はい1月のね、うん、5日に5日何曜日でしたっけ、日曜日ですね、まだまだお正月ですね、うん、そうですね、ね、さえもしかしたらお正月その次の日からね、うん、月曜日で仕事始まる方、ね、新春の最後、そうね、最後の日に、うん、打ち上がりたいと打ち上がっちゃったいきなり今年も頑張ろう、私が心配エルさんベロベロにしますからよろしくお願いします、新年会ですね、新年会ね、メンバーさんは3人ですよね、はい、そうです、うん、ドラムが、ドラムお名前聞いても大丈夫、今日来てないんだけど、今日は来てないけど、うん、チャンを歌っております、はい、モノマネ歌手もありますね、モノマネできるの、はい、聞いたがいいよ相当クオリティ高いですへえ、どんなモノマネするの、三輪明彦、うわやば本当に目をつぶるとそこに三輪さんがいるみたいな、すごい特技ですね、すごいですね、あのまんまねちょっと持つよね、持ちますね、やっぱあれ最近ライブの途中に一回ちゃんを歌ったのモノマネ師を挟んだんですけど、みんなもうお客さんがパニックを起こしますなんで急にモノマネが始まったんだなんか運気上がりそうですね、うん、お正月からそれ聞けますよ、うん、あ、そうですね、もう一人は隠し芸大会で、もう一人はあの、うん、ギターのナイちゃん、オッピー、オッピー、みんなオッピーって呼んであげてください、オッピーね、オッピーホッピーじゃなくてオッピーオッピーですね、オッピーほおです ねみんなお酒飲めるの、うん、まあみんな飲みますね、うんうんうん、でも車で僕ら移動してるから、あ、そうか、うん、移動はね、飲まないとか、うん、じゃんけんぽん、そうですね、あ、そうなんだね、そんな過密なスケジュール、うん、その後は、その後、うん、そうですね、その後は今のところ2月に、タイで開催されるシャンバラ祭り、あ、行ってきますか、行ってきます、友達も行くって言ってました、あ、いいですね、うん、僕の周りもたくさん声かけてみんなで行けそうです、楽しそうね、いやもう本当楽しいです ね今年で何回目ですか、今年、来年で、来年か、3度目の出演ですね、あ、レギュラーだね、そうですね、うん、野外ステージ、そうですね、野外ですね、うん、チケットとかはどうなの、向こうでみんな、そうですね、入場料がある、前売りとかっていうよりは、まあ、あちらで、うん、10日間開催されるんですけども、うん、投資券やらもしくは1日券っていう形で、うんうん、まあ、タイの金額に合わせて、あ、そうよね、リーズナブルな、ね、それがなんかいろんな期間のカンパキンになるかな、うん、そうです ねその開催期間の、ね、うん、運営に多分使われるなと、なるほど、お水とかもいっぱいちゃんとしっかり用意してあるみたいで、うん、ご飯も、うん、すごくいい場所らしい、すごくいいところね、キャンプサイトもあるのね、そうですね、テントを張って生活というか、ね、ね、過ごしてる方もいるし、うん、ロッジもあって、うん、そこで、うん、あ、そうか、テントない人たち、うん、寝袋で雑魚寝もできる、あ、なるほどね、みんなで一つを一軒を借りて、そうですね、大きいレーンみたいな2つあって、うん、
当にみんな自分たちのスペースです、はいはい、みんなで大きいの、うん、そうです、ね、夜はそこで寝る、そうです、ね、いや、いいですね、いろんな出会いとかね、そうですね、そうよね、日本人もいっぱい行きますよね、そうですね、日本人もいるし、うん、現地の方もいるし、うん、あと欧米のね、バックパッカー、はい、旅人たちね、もう本当に異文化交流じゃないけど、うん、つながるわね、ちょっと一歩こう日本から出ると、うん、そういったことが起きるしね、うん、音楽でつながっちゃう、本当ですね、言葉いらなかったですね、うん、そうですね、本当音楽でつ、ね、な、うん、がれるんで、天国畑に関してはさ、そういうところに出るときってどういう風に皆さん、ロックっていうわけじゃなくて、要するにアシッドフォークとかそういう呼び方されちゃうのかな、でもバンドで最初の今年は出演したんですけど、うん、その時はもうお客さんの反応は本当にロックバンドとか、うん、サイケデリックジャムバンド的見方でもうみんなすごいダンスしてましたね、あ、そう、うん、それぞれのあのぐちゃぐちゃなダンス、そう、もうでもみんなタコ踊り、違うなんか想像しちゃった今、うん、ね、そうかそうか、どうもありがとうね、いえいえ、うん、このままもう一曲かけたいなと思います、うんうんうん、それで、まあ、また遊びに来ていただければなって、うん、いつでも来てくる、今度は3人揃って来てよ、そうです ね、 ね、カウントダウン、そうすればほら、うん、聞けるじゃん、ね、そうですね、チャオダのモノマネショー生で生でモノマネ大会、それで、ね、ラジオでみんなに、うん、そうですよね、そうそうそう、ラジオだとほら顔見えないからさ、うん、そうですよね、あ、皆さんが来たみたいになっちゃうよね、あ、それでやろうか今日は皆さんネタバレしちゃってるけど、うん、じゃあね、曲紹介してもらおうかな、はい、うん、はい、今回の鏡のステップの中には1曲スピリチュアルジャズなどで、うん、すごい世界的に有名なサックス奏者のファラオ・サンダースさんという方の息子さんのトモキ・サンダース君がサックスで曲参加してくれていて、うん、あとはあれですね、インダス&ロックスのギターのジロー君もギターで参加してくれたりと、結構みんなでドカンと盛大に作った曲が素晴らしい収録されていて、うん、インダスもすごいもん ね、うん、ね、今調子絶好調です ね、 ね、フジロック出たの、出ましたね、出演してましたよね、うん、じゃあそんなところを皆さんしっかり意識して、うん、もったいないからちょっと意識して盛り上がって聞いてください、うん、じゃあ聞きながらお別れって感じに、うん、そうだね、うんうん、ゆっくり聞いてもらって、今日はありがとうございました、ありがとうございましたじゃあ最後にハッピーな曲で締めくくりたいと思います、はい、この頃夢見てるうちらの世界では、桃源郷は田舎の方で、自転車でお花畑、お化けもお墓参り、ああ特に意味などないのさ、落ちてく この番組は国立 FM88.8MHz でお送りしております。 YouTube のアーカイブなどもご利用ください。 Facebook もやってるのでいいねしてね。詳しくは www.kunitachifm.com をご覧ください。本日のゲストはザ・天国畑ジャポンから切上畑亮でした。ありがとうございました。2人がすごく見合わせてて素敵でした、はい、ありがとうございます。地球がエルとオフの
駅前ラジオ。うちらの世界では縦書きだ。アムステルダムで行ったみたい。